ようございます、クマミキです。結構ガチで寝起きなんですけど、かろうじて眉毛は描いた。今日はね、どうしても朝撮りたいものがあったんで、もう起きてすぐのこんな感じなんですけど、悪魔のトーストって皆さん聞いたことありますか？私も最近テレビで知って、それがめちゃくちゃ美味しそうだったんで、一回作ってみたら本当にやばくて、あまりに美味しいので、今日はちょっとみんなにもやり方を紹介したいと思います。食パンを1枚用意したら、そこにスライスチーズ、とろけるやつを1枚乗せて、その上にお砂糖大さじ2杯ボンボンと入れたら、それを伸ばしてトースターで焼きます。で、表面がボコ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 言うまで焼いたら完成です。それではいただきます。結構焼くときね、表面がグツグツする頃って、周りのパンもいい感じに焦げるか焦げないかぐらいのタイミングなんで、こう焼いてるときはトースターから離れないで、こうじっとね見てた方がいいと思います。いただき、このお砂糖のところがね、硬くなってて、こう噛むとバリバリジャリジャリみたいな感じで、その食感もすっごい美味しくって、で、甘いんだけどチーズのねしょっぱさがあって、甘じょっぱくって、普通のチーズトーストで食べるよりも断然ね、私はバクバク進んじゃいます。もうこれのためだったら寝起きで動画撮れるくらい美味しいです、本当に。あと、これにシナモンをかけたり、ブラックペッパーかけたりとか、いろいろアレンジしてる人もいて、チーズの種類も今回簡単にとろけるスライスチーズでやったんだけど、ちゃんとピザ用のでやったりとか、あとね、クリームチーズとか、そういうチーズの種類を変えたりしても美味しいみたいなんで、ちょっとそれもいろいろ試してみたいなって思ってます。で、なんで悪魔のトーストかっていうと、もうこれすごい高カロリーのダイエットの天敵の糖質たっぷりのみたいな感じまんまんじゃないですか。だけど、もう一回食べたら悪魔に取り憑かれたように、病みつきになって止まんなくなっちゃうってことで悪魔のトーストらしいんですけども、本当にね止まんないです。私いつもトーストって1枚でもういいやって感じになるんですけど、これはね2枚3枚食べたくなるくらい、ちょっとなんか食べ終わった後もずっとそのこと考えてるんですね。早く次の朝なんないかなみたいな、もうそんくらい大好きです。すっごい簡単なので、皆さんもぜひ作ってみてください。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。キラキラ輝いている、胸に秘めたるその太陽、はしゃいだものがちのホリデー、踊ってもっと解き放